TBS ボールパワフルプロ野球。京セラドーム大阪です。オールパシフィック対オールセントラル、このゲームの模様をお送りいたします。オールパシフィック先発は右の山本、対するオールセントラルの先発は右の青柳、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の山本、オールセントラル相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは近本。第9球、カットボールはボール。さあ次の投球、投げました、アウトロー、ボール。第3球、スプリットはボール。第4球を投げました、真ん中にストライク、少し意識しすぎたか。次が5球目、投げました、インコースのボール左へ、レフトの左、レフト交代、ヒット、ボールが転がる、中継、近本いいバッティングを見せました。オールパシフィック先制のピンチを迎えます。第9球、投げた、ボール。第2球、投げた、インコース高め、ストライク。第3球を投げた、ボール。投げた、スプリット空振り。次は5球目、高め、ボール球打った、抜いていった、ライトバックホーム、中野ナイスバッティングです。オールパシフィックなおもピンチが続きます。第9球、縦のカーブ、ボール。まずは外角。第2球、投げた、打ちました、松本余裕があります。
取りました。近本タッチアップ、ホームイン、オールセントラル、まずは1点先制、1対0。左バッターボックスは4番村上。第9変化球ストライク、外角高め。第2球一塁ランナー走った、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。外れた、ボール。第4球を投げました、真ん中に決まった、ストライク。追い込んでから投げました、打った、左中間へのフライですが取りました。これで3アウト。1回の表が終わって1対0、オールパシフィック先制点を奪われています。右の青柳、自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、これからオールパシフィックの攻撃に入ります。先頭バッターは宗。第9初球は高速シュート、空振り。1球目空振りから、第2球ボール。投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げました、変化球、空振り三振。バッターは2番今宮。第9初球スライダー、空振り。第2球見送ってボール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げた、外際どいボール。第5球投げた、ストライク。次が6球目、投げた、打ちました、いい当たり、抜けた、今宮、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。第9投げた、ストライク、タイミング合いません。投球これから2球目、高速シュート、ボール、インコースへ。第3球を投げた、打ちました、一塁牽制、タッチはセーフ。第4球はアウトコース高め、外れてボール。次は5球目、投げました、見逃し三振。右バッターボックスは4番山川。第9投げました、ストレートはボール、まずは低め。第2球投げました、ストライク。第3球は3球目空振り、オールセントラル、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。空振り三振、バッターアウト。最後はキレのある変化球、青柳、3番4番と連続三振で切り抜けています。1回の裏が終わりまして1対0です。2回の表、これからオールセントラルの攻撃に入ります。トップバッターは佐野。初球から打ってった、ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番オスナ。背番号13ホセオスナ。第9ボール。第2球投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、決まってストライク。第4球を投げた、4球目ストライク。第5球投げた、打った、当たり損ねのファーストゴロ、山川そのままベースを踏んでアウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番中村。第9投げた、ボール、まずは高め。第2球縦のカーブ、ボール、外へ。
第3球を投げた、打った、流し打ち、ファール。第4球を投げた、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。投球これから5球目、高め、空振り三振。山本、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、これからオールパシフィックの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは島内。第9球打ちました、初球打ち、ライトへのフライだ、ライト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番浅村。第9球ボール。さあ次の投球、投げました、打った、オスナ落下点に入った、一塁キャンパスの手前、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスには松本。第9球投げました、打った、ショート正面、中野ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。オールパシフィック三者凡退に倒れました。2回の裏が終わりまして1対0です。オールパシフィックピッチャー交代です。右の小野、今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。3回の表、これからオールセントラルの攻撃に入ります。先頭バッターは岡林。第9球投げました、見送ってボール。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球は打ちました、これはセカンド真正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打坂倉。第9球投げました、打ちました、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファー、打った、ファールボール。投球はこれから3球目、次が4球目、投げた、ストレートはボール。投球これから5球目、流し打ち、どうだ、ファールボール。第6球を投げた、流し打ち、胸掴んだ、サードから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って近本、インサイド決まってストライク、いきなり152キロ、初球ストライクから決まった、ストライク。追い込んで投げた、ボール。投げた、打ちました。第5球投げた、打ちました、ファール。第6球を投げました、インコースのボール左へ、切れていきます、ファール。第7球を投げました、打った、ピッチャーに多く球数を投げさせています。投げました、打ちました、タイミングが合わないようです。投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、破った、近本ナイスバッティングです。バッターは2番中野、これが2度目のバッターボックス。第2球ランナースタート、投球ボール、ボールを二塁へ、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。投球は3球目、投げました、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、アウトコース低め、ボール。投球これから5球目、内角際どい球、ボール。第6球は打ったに当たりだ、ボールはレフトへ飛んでいきました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。オールパシフィック、この回ツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって1対0です。オールセントラルピッチャーを交代します。マウンド上ピッチャーは栗林。オールパシフィック相手にどういった投球を見せるのか。第9球初球に送ってストライク、1球目ストライクから投げた、打ちました、セカンド後方へ飛んだ、マーキー下がっていった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは吉田。第9球投げた、初球はストライク、
第2球。投げた。ボール。第3球を投げた。ボール。第4球はボール。次は5球目。打った。痛烈な当たり。噛みました。これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに帰って宗。第1球投げました。ボール。第2球投げました。2球目空振り。伸びのあるストレート。第3球を投げました。ボール。次が4球目投げました。見送ってストライク。変化球にキレがあります。次が5球目インハイ、外れてボール。第6球を投げました。高めボール球打った。抜けた。宗、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。投げた。初球すっぽ抜きました。第2球、ランナースタートを切った。キャッチャー二塁へ送球。盗塁成功。ランナーが二塁に進んでいます。ボール。投げた。ストライク。次は5球目打った。栗林、丁寧に掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。オールパシフィック二塁までランナーを進めましたが、同点には至りませんでした。序盤終了しまして1対0です。オールパシフィックピッチャー交代です。マウンドに上がったのは水上。期待しましょう。注目の投球です。第1球投げた。初球打ちました。三遊間へのゴロ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには村上。第1打席はセンターフライに倒れています。ボール。第2球投げた。打ちました。フラフラッと上がった。取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番佐野。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球打ち流した。ファール。第2球ボール。投球はこれから3球目。ストライク。追い込んでいます。さあ4球目。スライダー、見逃し三振。低めいっぱいに決まった。水上、最後は見逃し三振に仕留めました。4回の表が終わって1対0です。オールパシフィック、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは柳田。初球パワーカーブ、空振り。第2球スプリットはボール。投球は3球目。投げた。低め。ストレートは外れてボール。第4球は4球目、空振り。さあ、投球は5球目。投げました。インコース高め。スプリット外れてボール。第6球を投げました。打ちました。破った。柳田、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。第1球投げました。低め、ボール。さあ、次の投球ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げました。3球目空振り。少し意識しすぎたか。第4球を投げました。打った。これは強烈。抜いていった。ライトからサードへ。山川、いいバッティングを見せました。オールパシフィック同点のチャンスを迎えます。第1球投げた。初球流し打ち、切れていきます。ファール。初球ファールから高めボール球打った。ライト方向へ持っていきましたが掴みました。柳田、打球を確認して三塁へ向かう。オールパシフィック、なおもチャンスが続いています。第1球投げた。外れた。ボール。第2球打ちました。痛烈。入れば逆転だ。打球はそのまま伸びて、ライトを見上げた。ホームラン。逆転。スリーランホームラン。ライトスタンドへ。
チームメイトが迎えます。バッターは7番松本。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた、決まってストライク。キレのある変化球。投球これから2球目。このボールも空振り。追い込んでから投げた、打ちました。ファウルボール。第4球を投げた、低め、直球は外れてボール。さあ投球は5球目。投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。第9球投げました、ストライク。変化球にキレがあります。第2球投げました、ボール、アウトコースへ。第3球、3球目ストライク。追い込んで投げました、打った、ファウルボール。第5球投げました、ボール。さあ6球目、打ちました、いい当たり、セカンド左、あっと抜けた。ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。オールセントラルピッチャーを交代します。右のマクガフ、オールパシフィック相手にどういった投球を見せるのか。第1球内角高め、見送ってストライク。第2球投げた、ツーシームはボール。投げた、スプリットはボール、外角へ。さあ4球目、高速スライダー、空振り。第5球投げた、打ちました、右中間へのフライですが、掴んでこれで3アウトになります。4回の裏が終わりまして3対1、オールパシフィック2点リードに変わっています。オールパシフィックピッチャー交代です。ここでマウンドに上がったのは増田。今日は配球にも注目したいと思います。第1球ボール。第2球投げた、アウトローの直球はボール。第3球を投げた、低め決まってストライク。第4球はボール、アウトコース高め。さあ5球目、外角低め外れてフォアボール。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。ストレートはボール。第2球投げました、低めボール、抜けました。第3球を投げました、スラーブ、見送ってストライク。次は4球目、スラーブはボール。投球これから5球目。これは引っ掛けた、ヒット。中継、中村いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。投球これから2球目、高速シンカーはボール。投げました、直球ストライク、インハイへ。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げました、インロー際どい球、ボール。第5球投げました、150キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。代打は丸。第1球投げた、変化球見送ってストライク。初球ストライクから見送ってボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、これは上がりすぎたか。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、取りました。あと二塁ランナータッチアップ。オールパシフィックなおもピンチが続きます。投げた、初球打ち、流した、スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、打った、ライト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンジ。増田踏ん張ってランナー2人残塁。5回の表が終わって3対1です。
オールセントラル。ピッチャーを交代します。マウンド上はマルティネス。どういった立ち上がりを見せるか。オールパシフィック。この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは宗。第2球投げました。打ちました。ファール。投球はこれから3球目。見送ってボール。第4球を投げました。スプリット。見逃し三振。バッターは2番今宮。第1球投げました。初球を打った。ファースト真正面。マルティネス取ってアウト。これで2アウト。ランナーありません。投げました。ボール。第2球投げた。外。外れてボール。第3球を投げた。サークルチェンジ。空振り。投球これから4球目。あっと引っ掛けた。ツラフラッと上がった。取りました。これで3アウト。オールパシフィック三者凡退に打ち取られました。前半が終わりまして3対1です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは中野。真ん中決まってストライク。第2球投げた。ボール。投球は3球目。投げた。打ちました。打球は三遊間へ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは3番マーキー。今日はレフトへの犠牲フライとショートゴロ。外角低め。ボール。投げた。スラーバーストライク。タイミング合いません。第3球は打ちました。引っ掛けた。レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが、レフト前進。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは4番村上。今日はセンターフライとファーストフライ。決まってストライク。初球空振りから第2球投げました。見送ってボール。投球は3球目。投げました。打った。セカンド右。浅村ボールを掴んだ。セカンドから一塁送球。アウト。スリーアウト。チェンジ。増田この回ピシャッと3人で抑えています。6回の表が終わって3対1です。バッターは代打清宮。第1球投げました。外れた。ボール。第2球投げました。ナックルカーブ見送ってボール。第3球を投げました。打ちました。ファールボール。オールセントラル。ここは引っ張りに警戒します。投げた。打った。フラフラッと上がった。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。ピンチヒッターは高部。オールパシフィック鈴木ざまに代打を起用してきます。第1球初球決まってストライク。いきなり157キロ。投球これから2球目。アウトロー際どい球。ボール。第3球を投げた。見送ってボール。第4球を投げた。空振り。追い込んでから第5球サークルチェンジ。ボール。内角低め。投げた。変化球。空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは6番浅村。今日3打席目。内角低め。スプリット外れてボール。第2球投げた。ボール。第3球インコース低め。空振り。投げました。サークルチェンジャー。ボール。第5球投げました。打ちました。中野バックしていった。落下点で構えます。取ってアウト。スリーアウト。チェンジ。オールパシフィックわずか3人で攻撃が終わりました。6回までが終了しまして3対1です。オールパシフィックピッチャー交代です。左のモイネロ。今日はどんな投球を見せてくれるのか。代打は坂本。第1球投げました。初球引っ張った。スタンドに入りました。ファール。1球目ファールから。ボール。第3球はボール。
第4球を投げました。ボール。第5球投げました。アウトコース低め空振り。次がラストボール。変化球空振り三振。バッターは第5山田。オールセントラル内打構成に出ます。第9投げた。外れた。ボール。第2球投げた。打ちました。オールパシフィック。ここで引っ張りに警戒した。打った。胸取った。一塁送球。一塁アウト。これはアウトです。バッターは7番中村。第9投げた。初球空振り。1球目空振りから見送ってボール。第3球を投げた。打った。これは内野ゴロ。清宮ボールを取る。モイネロ取ってアウト。スリーアウトチェンジ。満員の京セラドーム大阪、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。オールセントラルピッチャーを交代します。マウンド上ピッチャーは伊勢。まずは立ち上がりに注目しましょう。ピンチヒッターはグラシア。第9投げた。スライダーボール。第2球アウトロー空振り。第3球を投げました。引っ張った。スタンドに入りました。ファール。投球これから4球目。ボール。さあ5球目アウトコース。ボール。第6球は打ちました。抜けた。グラシアル、ナイスバッティングです。バッターは8番カイ。これが3度目のバッターボックス。投げました。膝元。スライダーは外れてボール。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。投げました。打った。引っ張った。ファール。第3球を投げました。打ったに当たりだ。抜けた。中継。カイ、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。第9初球から打ってった。三遊間の当たり。レフトバックホーム。野村ナイスバッティングです。オールパシフィック、なおもチャンスが続きます。打ちました。初球打ち。レフト前に出る。あっとランナー飛び出している。取った。これでワンアウト。ランナーはフルベース変わりません。第9投げました。初球空振り。少し意識しすぎたか。第2球投げた。スライダーボール。第3球を投げた。アウトロー。ボール。投げた。4球目空振り。カーブに全くタイミング合いません。追い込んで第5球打ちました。ショートの右。坂本掴んだ。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。オールパシフィック追加点のチャンスを逃しました。7回の裏が終わりまして3対1です。オールパシフィックピッチャー交代です。右の平。オールセントラル相手にどういった投球を見せるのか。代打は中田。第9位初球を打ちました。浅村ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは代打小林。オールセントラル続けざまに代打を起用してきます。打ちました。ファールボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。ストレートはボール。投げました。外角高め見送ってストライク。第5球投げました。見送ってボール。第6球を投げました。低め空振り三振。最後は160キロストレート。バッターはトップに帰って近本。第2球高速シンカーはボール。投球はこれから3球目。打ちました。右中間へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。平、この回きっちりと3人で抑えています。8回の表が終わって3対1です。オールセントラルピッチャーを交代します。右の湯浅。
オールパシフィック相手にどういった投球を見せるのか。オールパシフィック、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番柳田。第2球投げました。打った、村上取った、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番清宮、今日2度目のバッターボックス。第9投げました、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ライト掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番高部、これが2度目のバッターボックス。ボール。第2球投げた、打ちました、レフト線ぐるっと打球が上がっていきますが、取って、これで3アウト、チェンジ。オールパシフィック、結局三者凡退、無得点に終わっています。8回の裏が終わりまして3対1です。オールパシフィック、ピッチャー交代です。そしてマウンド上はクローザー松井。オールセントラル相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、ストライク、思い切って振っていきました。第2球投げた、スラーブはボール、内角へ。第3球を投げた、空振り。第4球を投げた、縦のスライダー、ボール。次は5球目、投げました、見逃し三振。バッターは3番マーキー。第9投げました、初球フォークボール、空振り。第2球投げました、マシンで捉えた、ショートから一塁送球、アウト。マーキー、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。オールパシフィック勝利目前。第9投げました、ストレートはボール。投げました、ボール。第3球を投げた、アウトコース、空振り。次は4球目、投げた、打った。次は5球目、投げた、打ちました。投球はこれから6球目、打ちました、キャッチャー落下点、ファールグラウンドで取りました。試合終了、オールパシフィック2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対1、オールパシフィック2点差で勝ちました。実況担当は堂前秀夫で、京セラドーム大阪からお伝えしました。